ナビゲーターはもちろん今年度もこの方です。アートディレクターで映画ライターの高橋よしきさん、今日は電話でのご出演です。よしきさん、おはようございます。どうも、おはようございます。おはようございます。なよしきさん、あんまり朝が早すぎて今日は来れないっていうの？いや、まあ、あの、まあ、もろもろありまして、はい、すいません、よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速ですが、今週ご紹介いただく映画のタイトルからお願いします。はい、はい、今日はですね、ルールズ・オブ・アトラクションという2002年の映画ですね、はい、これをご紹介したいと思っております。新年度の始まりに合わせて選んでくださった一本なんですが、はい、一体どんな映画なのでしょうか？そうですね、これは、まあ、言ってみれば青春映画なんですけども、これ大学が舞台で、大学生の、まあ、金持ちの子供が来る大学の、実態を描いた、まあ、ような映画ですね。で、まあ、これから新年度を迎えて新しく大学とかに入る人にぜひ見てもらいたいなと思って選びました。僕これ初めて見たんですけど、吉さん、はい、泣けましたね。ああ、いいですよね。もうね、はい、なんか、まあ、後で説明していただけると思いますけど、この内容なのに胸キュンになりますよね。はい、ああ、そうですね。本当に。この内容なのにっていうのはまずどういうことですか？あのですね、これ、まあ、ブレット・イーストン・エリスという、まあ、作家の人が原作で、この人のレス・ザン・ゼロとかアメリカン・サイコとかですね、書いてる人なんですけど、まあ、大体映画化されてるんですね。うん、で、この人の小説っていうのは、まあ、非常に特徴がありまして、本当のことを言っているという特徴があります。で、この、今回のご紹介するこの、ルールズ・オブ・アトラクションに関してもですね、まあ、青春映画っていうと普通なんかいろいろこう、なんだろうな、甘酸っぱいとか、いろいろなんか悩んでるけど未来に向かって頑張ろうとかそういう話になるというのは普通だと思うんですけども、はい、このルールアトラクション見てもらえば分かるんですけども、本当に人間は空っぽでうつろで何もないっていうことを描いているという、そういう作品ですね。まあ、身も蓋もない。身も蓋もない。でね、でも泣けるんですか？まあ、そうか、ね。だって本当のこと言われてやっぱちょっと泣けますよね。本当になんもないなっていうか、自分と比べてみても、確かにこうだったなと思いますよね。ああ、なるほどね、そういう感じの涙なんですね。はい。どんなメッセージが込められた作品なのでしょう？はい、メッセージというかですね、メッセージとしては、まあ、例えば僕も自分の中で思い返してもそうなんですけども、例えば青春時代とかっていうのは、変に美化されてますけども、うん、僕はホルモンの影響かなんか分かんないですけど、はっきり言って混乱していて何もよく分からない上に、うん、単に空っぽだったなっていうのが正直な印象なんですけど、はあ、でそのまんま、しかもそれがずっと続いてるっていう実感としてもあるんですけども、うん、その感じが、まあ、本当によく出てですね、このだからルーズ・ルーズ・オブ・アトラクションの中では、みんなだからその恋愛だと思って恋愛みたいなことをしたりしてるんですけども、それは全部勘違いの上になっちゃってるんですね。で、まあ、でそれで会話してると思ってても大体そのうつろなことが飛び交っているだけで、ちゃんと なんだろうな、人間としてのその交流みたいなものは実際は本当はないっていう、でそのあまりのうつろさに絶望してること自体もうつろすぎてどうしようもないっていう、そういう、まあ、話です。どんな人物が出てきますか？はい、ざっくりしたあらすじを。そうですね、主人公はすごく可愛い子、ローレンっていう女の子がいて、この子は処女なんですよね。うん、で彼女がどういうシチュエーションでその処女を失うかっていうことが、うん、まあ、冒頭から語られて、そういうひどいことになったのは何でかなっていうのを思い出してくると、それまでの過程が分かってくるような、すごく凝った句になって、これ監督がロジャー・エーバリーっていう人なんですけど、この人タランティーノとずっと昔組んでたんですよね。一緒にビデオでバイトしてた人なんですけども、非常にその凝った作りの映画なんですけども、でこのローレンっていうのが、まあ、一応の主人公なんですけど、他にも主人公がいてですね、ショーンっていう、ちょい悪の少年とか青年がいて、彼はですね、学校の中でそのドラッグ の売人をやってる、うん、ちょい悪じゃなくてかなり悪で、まあ、かなり悪ですけど、でもまあそこまで悪くないのか。でもこのショーンっていうのは実はアメリカの最高に出てきたパトリック・ベートマンっていうアメリカの最高の主人公の弟という設定なんですね。ああ、なるほど。それからまあ、ちょっともう一人あとゲイ のボール君って非常に美青年がいてですね、で、まあ、彼 の親戚のディックっていうのは非常に、まあ、とんでもないやつがいるんですけども、まあ、このボール君っていうのはそのさっきのショーンに惚れてるんですね。うん、でそれからヨーロッパ旅行に行って、まあ、ヨーロッパでですね、まあ、昔でいうところの、これグランドツアーといって、昔は金持ちの子供っていうのはヨーロッパとかでなんか世界旅行を若い時にさせるっていう習慣があったんですけども、はいはい、それをまあ完全に履き違えてですね、うん、ヨーロッパに行って端からナンパして酒飲んでドラッグやって女っていうことをやって帰ってきたビクター君というのがいて、はい、まあ、この4人がそれぞれ交差しながら、まあ、それプラス他にもいろんなキャラクターがいるんですけども、まあ、群像劇なんていっぱいいますけども、この4人
が大体メインになってますね。あ、なんとなく想像できますね、ストーリー展開もね。あのね、絶対それね、できてるものと全く違うものだ。違うものですか。え、そんな感じじゃないの、こう、なんでしょう、くっついたり離れたり繰り返していくのかなっていう単純なラブストーリーを想像したんですけど。あっとですね、全く違うんですよね。全く違う。あの、で、この学校生活を見てもらえば分かるんですけども、うん、はっきり言って学校でこの人たちが何やってるかっていうと、勉強してないよね。勉強してないです。あの、セックスとドラッグとパーティーしかやってないんです。はあ、でですね、あの、何かっていうと、そのパーティーやって飲んでセックスして何か勘違いをしながら、グダグダしてるっていうのが実態でですね、あの、これ本当に、あの、だから そのそれぞれなんかお互い、あの人が本当に好きだとか言ってるのも、あの、なんかね、おかしいんですよね。あの、こう、なんかちゃんと好きだっていう理由とかは別にないんですよ。なんとなくの感じで言っちゃうっていうところになっちゃうんですね。そう、なんか好きだと思ってたけどなんか違うから、まあいいや、どうでもとりあえずやっちゃおう、そんな感じだよね。まあそんな感じなんですね。ほぼ全員ほぼ全員そうです。ほぼ全員そう、はい。どうしてその新年度が始まるこのタイミングでこの映画というふうに吉木さんお考えになったんでしょうか。だって本当にそうだからですよ。本当にそうだよ。まあ、みんなだからその青春とか、だから例えばね、僕本当に思うんですけど、あの、例えば小学校でも中学校でも高校でもそうですけども、年齢が一緒っていうのは別に共通点ない人たちですからね。そうだね、うん、で大体それでそういうところで言ってることっていうのも何かの受け売りだったり、それからまあそう言っときゃいいだろうみたいなことをみんな言ってる、口走ってるだけでですね、我々は本当に対話みたいなことは本当はあんまりしてないんじゃないかっていうのはよく思うんですよ。でそこでいくと、このルールズ・オブ・アトラクションはそういう意味で本当にそのさらにその青春の混乱した感じもあって、まさに本当にこうだったなっていうふうに思います。でその人間はやっぱりそのうつろで空っぽだっていうことをこの映画で言ってるってさっき言いましたけども、そのうつろなところを埋めてくれるのがセックスでありドラッグでありお酒だというようなことまで描いている映画だったんですね。はい、では最後に恒例のざっくり一言解説をお願いいたします。はい、そうですね、ざっくり一言で言うと、あの、まあ、新入生の皆さんおめでとうございます。君たちに前にはこういう生活が待っています、頑張ってね、だよね。そうですね、あの、これが待ってるということ、はいはい、ありがとうございました。ありがとうございました。これはあの、まあ、ブレット・イーストン・エリスという、まあ、作家の人が原作で、この人のレス・ザン・ゼロとかアメリカン・サイコとかですね、あの、書いてる人なんですけど、まあ、で、あの、大体映画化されてるんですね。で、あの、この人の小説っていうのは、まあ、非常に特徴がありまして、あの、本当のことを言っているという特徴があります。で、この、あの、今回のご紹介するこの、あの、ルールズ・オブ・アトラクションに関してもですね、あの、まあ、青春映画っていうと普通なんかいろいろこう、なんだろうな、あの、甘酸っぱいとか、あの、いろいろなんか悩んでるけど未来に向かって頑張ろうとかそういう話になるというのは普通だと思うんですけども、はい、あの、このルール私を見てもらえば分かるんですけども、あの、本当に人間は空っぽでうつろで何もないっていうあのことを描いているという、そういう作品ですね。まあ身も蓋もない、身も蓋もないで、ね、え、でも泣けるんですか。まあそう、ね、あの、だって本当のこと言われてやっぱりちょっと泣けますよね。あ、本当に何もないなっていうか、あの、自分と比べてみても、ああ、確かにこうだったなと思いますよね。ああ、なるほどね、そういう感じの涙なんですね。はい、どんなメッセージが込められた作品なのでしょう。はい、メッセージというかですね、あの、メッセージとしては、その、まあ、例えば 僕も自分の中で思い返してもそうなんですけども、例えば青春時代とかっていうのは、あの、変に美化されてますけども、うん、僕はあのホルモンの影響かなんか分かんないですけど、はっきり言って、あの、混乱していて何もよく分からない上に、うん、あの、単に空っぽだったなっていうのが正直な印象なんですけど、はあ、でそのまんま、しかもそれがずっと続いてるっていう実感としてもあるんですけども、うん、その感じが、まあ、本当によく出てですね、このだからルーズ・ルーズ・オブ・アトラクションの中では、あの、みんなだからその恋愛だと思って恋愛みたいなことしたりしてるんですけども、それは全部勘違いの上になっちゃってるんですね。で、まあ、でそれで会話してると思ってても、大体そのうつろな言葉が飛び交っているだけで、あの、ちゃんと なんだろうな、人間としてのその交流みたいなものは実際は本当はないっていう、でそのあまりのうつろさに絶望してること自体もうつろすぎてどうしようもないっていう、そういう、まあ、話です。あの、どんな人物が出てきますか。はい、ざっくりしたあらすじを。そうですね、主人公は、まあ、あの、すごく可愛い子、ローレンっていう女の子がいて、この子は、あの、まあ、処女なんですよね。うん、で彼女がどういうシチュエーションでその処女を失うかっていうことが、うん、まあ、冒頭から語られて、そういうひどいことになったのは何でかなっていうのを思い出してくると、それまでの過程が分かってくるような、あの、すごく凝った句になって、これ、あの、監督はロジャー・エーバリーっていう人なんですけど、この人タランティーノとずっと昔組んでたんですよね。一緒にビデオでバイトしてた人なんですけども。
ナビゲーターはもちろん今年度もこの方です。アートディレクターで映画ライターの高橋よしきさん。今日は電話でのご出演です。よしきさん、おはようございます。どうもおはようございます。おはようございます。なよしきさん、あんまり朝が早すぎて今日は来れないっていうの？いや、まあ、あの、まあ、もろもろありまして、はい、すみません。よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速ですが、今週ご紹介いただく映画のタイトルからお願いします。はい、はい、今日はですね、ルールズ・オブ・アトラクションという2002年の映画ですね、はい、これをご紹介したいと思っております。新年度の始まりに合わせて選んでくださった一本なんですが、はい、一体どんな映画なのでしょうか？そうですね、これはまあ、言ってみれば青春映画なんですけども、これ大学が舞台で、大学生の、まあ、金持ちの子供が来る大学の、実態を描いた、まあ、ような映画ですね。で、まあ、これから新年度を迎えて新しく大学とかに入る人にぜひ見てもらいたいなと思って選びました。僕これ初めて見たんですけど、吉さん、はい、泣けましたね。ああ、いいですよね。もうね、はい、なんか、まあ、後で説明していただけると思いますけど、この内容なのに胸キュンになりますよね。はい、ああ、そうですね。本当に。この内容なのにっていうのはまずどういうことですか？あのでさ、違うもの。違うものですか？え、そんな感じじゃないの？こう、なんでしょう、くっついたり離れたり繰り返していくのかなっていう単純なラブストーリーを想像したんですけど。あっとですね、全く違うんですよね。全く違う。で、この学校生活を見てもらえば分かるんですけども、はい、はっきり言って学校でこの人たちが何やってるかっていうと、勉強してないよね。勉強してないです。セックスとドラッグとパーティーしかやってないんです。はあ。でですね、何かっていうと、そのパーティーやって飲んで、セックスして何か勘違いをしながら、グダグダしてるっていうのが実態でですね、これ本当にだから それぞれなんかお互い、あの人が本当に好きだとか言ってるのも、なんかね、おかしいんですよね。こうなんかちゃんと好きだっていう理由とかは別にないんですよ。なんとなくの感じで言っちゃうっていうところに思ってますね。そう、なんか好きだと思ってたけどなんか違うから、まあいいや、どうでもとりあえずやっちゃおうって、そんな感じだよね。まあそんな感じなんですね。ほぼ全員ほぼ全員そうです。ほぼ全員そう、はい。どうしてその新年度が始まるこのタイミングでこの映画というふうに吉木さんお考えになったんでしょうか？だって本当にそうだからです。本当にそうだよ。まあ、みんなだからその青春、非常にその凝った作りの映画なんですけども、で、このローレンっていうのが、まあ、一応の主人公なんですけど、他にも主人公がいてですね、ショーンっていう、ちょい悪の少年とか青年がいて、彼はですね、学校の中でそのドラッグ の売人をやってる、うん、ちょい悪じゃなくてかなり悪で、まあ、かなり悪ですけど、でもまあそこまで悪くないのか。でもこのショーンっていうのは実はアメリカの最高に出てきたパトリック・ベートマンっていうアメリカの最高の主人公の弟という設定なんですね。ああ、なるほど。それからまあちょっともう一人あとゲイ のポール君って非常に美青年がいてですね、で、まあ、彼 の親戚のディックというのは非常に、まあ、とんでもないやつがいるんですけども、まあ、このポール君っていうのはそのさっきのショーンに惚れてるんですね。でそれからヨーロッパ旅行に行って、まあ、ヨーロッパでですね、まあ、昔でいうところの、これグランドツアーといって、昔は金持ちの子供っていうのはヨーロッパとかでなんか世界旅行を若い時に誘えるっていう習慣があったんですけども、はいはい、それをまあ完全に履き違えてですね、うん、ヨーロッパに行って端からナンパして酒飲んでドラッグやって女っていうことをやって帰ってきたビクター君というのがいて、はい、まあ、この4人がそれぞれ交差しながら、まあ、それプラス他にもいろんなキャラクターがいるんですけども、まあ、群像劇なんていっぱいいますけども、この4人が大体メインになってますね。なんとなく想像できますね、ストーリー展開もね。絶対それで、ね、できてるものと、まあ